はい、皆さんこんにちは、こんばんは、中野内です。新しくジューンブライドで追加されました、家具ですね。こちらを使ってですね、早速教会を作りました。ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、まずはですね、左に入ります。はい、こちらが、まあ、一応まあ広場といった感じですね、私の中では。はい、でちょっと貝殻の噴水も、ちょっと似合うんじゃないかなと思って置きました。洋風の柵と、生垣だ交互にこう置く感じで、まとめましたね。はい、広場なんでね、ベンチもあります。そしてビオトープ、そしてゴールドクレスト、この2つちょっと合うんじゃないかなとは思いました。そして何よりもいいのかなと思ったのがこのアジサイ。はい、アジサイはですね、6月からお花が咲くので、ちょうどねジューンブライドの、新イベント丸かぶりなんですよね。すごくねいいんですよ、色合いも良くて、この青とねこのピンクの色合いがまたちょっとね教会らしさが出てるかなと思いまして、植えました。アジサイ結構おすすめですね。そして今回追加されました、ウェディングナサク、はい、こちらで、低木をちょっとカバーする形でこうやって、置いてます、柵をね。はい、柵の使い方はまあこんな感じでいいんじゃないかなと思います。こう横にねちょんちょんと添えて奥に、低木で低木の前をこう、置くような感じでしております。そしてこちらが、レストランとなりますね。ウェディングなメインテーブル、そしてキャンドルですね。あとウェディングケーキ、こちらはウェディングなテーブル、そしてテーブル、ん違うチェアだ、ウェルカムボードですね。すべてシックでまとめてみました。で奥の方にはまあピアノ、グランドピアノが、まあ白いピアノがあった方がいいかなと思ったので、置いてます。やはりちょっと教会にはゴールドクエストがすごいねなんか合うかなと思ったんで、こちらにもクエストを置いてますね。園芸ワゴン、こちらもなんかね白にリメイクしてみました。すごくいいと思います。かわいいですね。このレストランを経営しているのが、一応シベリアとなっております。はい、シベリアの家ですね。そして何より教会としてですね、めちゃくちゃいい前デザインを、お借りしましたので、こちらを使わせていただきました。めちゃくちゃいいでしょ、かなりね、高クオリティにちょっと教会っぽく、仕上げることができました。こちらはねシンプルな、パネルで作っております。そしてその上に洋風の柵で囲んでおります。はい、これをすることによってねさらに教会らしさが出てくるんじゃないかなと思って設置しました。このアーチもシックに、リメイクしたんですけども、この左右にあるねウェディングな柵とすごいね色合いもいいかなと思いましたね。白い噴水を置いて、そしてこの銅像も合うかなと思って設置しました。はい、一応ツイッターの方でもね、視聴者さんにちょっと聞いてみたんですけども、やっぱダントツでやっぱシックの方が多かったですね。はい、やはり白を基調としたこのシック、ちょっとベージュと白でね合わさったこの組み合わせはすごい教会には合ってるかなと思いました、私の中でも。でも全然キュートでもガーデンでもかなりね、高クオリティに収まるかなと思います。はい、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、よかったと思われた方、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。またね他の、島クリエイトの、動画もねどんどん出していこうかなと思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いします。それではバイバイ。いいな結婚。
この家の中はね、また、後日ね、配信なので、説明していきたいなと思います。